さらに、えー、来てますよ。うん、これはちょっと、えー、東京都、ラジオネーム、半分オレンジ。うん、新コーナー考えました。はい。日常に潜むジャガイモを見つけるコーナーです。<ん>ちなみに私は、今朝起きるとベッドの下に2つ、道を歩く途中に1つ、<は> 1> 見上げた葉桜の中に1つ、<は> 1> 夕焼け空に1つ、スーパーによると78個、寝る前にまたベッドの下に3つ見つけました。 普段忙しくて見逃しがちですが、ふと歩みを止める習慣を持ちたいものですね。何言ってんのこれだから日常に潜むじゃがいもを見つけるコーナーですね日常に潜むじゃがいもってなんよこれだから結局、2、3、4、5、83、86個。何どこにあったら ?86 個見つけたんですね、結局半分オレンジわスーパーによると最初何起きるとベッドの下に2つ。なんでベッドの下にジャガイモあるんだよ。日常に潜むじゃがいも。 道,道を歩く土地に一つ。なんでだよ見上げた葉桜の中に一つ。夕焼け空に一つ。何言ってんだよ。スーパーによると78個そんなやべえメール読むなって。<laughs> <laughs> やべえやつじゃねえかよ。 まあ、単純に。これか先週、特にジャガイモの話とか一切してないですけどもね。うん、先週聞いてない方、<laughs> ジャガイモの話した。話して。<laughs> 日常にいっもジャガイモの、ね、ネタ話みたいのしたんだけ話したのかなと思うかもしれないですけど。<laughs> 何にもないわ。先週ジャガイモの話とか、一切してないですからね、我々。夕焼け空。 そう。葉桜にじゃがいも入っちゃってそう。だからこれもう本当にパニックになっちゃったんですよ。ミスナーサイもやめてそういうの読むの。や、やや急いでなんかコーナー作らなきゃやめてよ。怖いから。えャじゃがいもだってなっちゃってんですね。何じゃがいも見つけてんだよ。半分オレンジをちょっとパニクラさせてしまったという申し訳ない。半分オレンジやばいね。やばい。半分オレンジって。 って言ってんのに、じゃがいも探しちゃったんすからそうだよ。これはもう、やっぱり早かったかな。時期早生だったのかな。祝いで終わらせたのが。いやー、でもまあ、しょうがないですよ。終わったもんは終わったもんですから。新し復活できない新しいこんな作るしかないですね。<ー>なんか終わらせたみたいなんで。先週の俺が。終わらせた先週の俺っていうか、まあ、しっかりお前なんだけども。<ー>終わらせた。だからこれどうするのかね。この中から、来週、 いや、いいんじゃないのどうかあのやつは。うん。あれはいいんじゃないですかあ、じゃがいもですかじゃがいもじゃないよ。えじゃがいもいいわけねえよ。じゃがいも、じゃがいも結構好評みたいですね。スタッフさんの間でも。じゃがいも一っじゃがいもみんな送ってきたら変なやつ集まってきちゃうよ。これなんかじゃがいも、どうですかね送ってくれるかないや、終わりだよ。終わりで始まらない。おそらくスーパーの78個っていう記録なかなか超えられませんよね。スーパー行ったら78個あるよ、そりゃ。 うん、そうよ。ねうん。この数を超えられるのかっていう。畑でいいだろ、別に。当たり前だろ。え畑に一番あるだろ。これは岩井先生、参戦するつもりですかねえよ。一にすつじゃがものコーナーに。それどうなるのかわかりませんけども、ちょっと、今日紹介したコーナーが生き残るのか、うん。さらには来週新たに新コーナーをね。確かにね。送ってきてくれるのか。時間あるからね。そうよ。今日も結構、新コーナーのなんか、ありましたよね。 ヒントはここまで、うんうん、ヤギの切り株あたりとか。新コーナーになる要素は結構ありましたからね。ま、ま、ま、オレンジが送ってきちゃうからね。えー、ぜひ、えー、送っていただきたいと思いますよ。はい、お、宛先は ht.tbs.co.jp ットマークドットドット。えー、ht.tbs.co.jp ットマークドットドットです。よろしくお願いします、ね、お願いします。はい。はい。 私かからもちょっといいですかあ、はい、日常に潜むジャガイモのコーナーちょっと、ね。<laughs> ちょっと待ってくれよ。えー、<laughs> メールが来てますんで。んこのまあまあ。何、えー、日常に潜むジャガイモのコーナーってな この番組、まあ、通常そのリスナーが、あああーその前の週のこの回で話したエピソードとか、出来事をもとにコーナーを作ってくれてるじゃないですか。この番組はね。うん。なのに、全く話した覚えがない日常に潜むジャガイモを見つけた報告をするコーナー案が、なぜか、先週送られてきましてね。謎のコーナーが関係ないんだから。関係ないですよ。ああでも、非常に私、惹かれましてね、そのコーナー案ああ。いや、いい。 日常に潜むじゃがいもを数えて報告してもらうコーナーです。早速参りましょう。いいよ。東京都ラジオネーム、あの角曲がれば恋の予感。一つ、二つ、三つ。公園から聞こえてくる子供の声。四つ、五つ、六つ、何かを数えている。七つ、八つ、九つ。うん、あ、一つ足りない。 そう叫ぶ男の子。あたりを見渡し、酒に酔ってぼーっとしていた俺と目が合う。うん、ねえねえ、お兄ちゃんのそのじゃがいもちょうだい僕の目玉と交換ね。そう笑いながら話しかけてくる子供。そんな深夜1時の話。ほら。意味わかんないね。<laughs> な、なにこれちょっと本当にやめて怖いですね。 本当ね怖いとか、本当あ、途中が入ってきてないわ、俺の頭の中。はい。<laughs> ということで。何これ日常に潜むじゃがいの。じゃがいの。<laughs> じゃがいのって言っちゃって。<laughs> ちょっと待って終わりだよ、終わり。噛んだら終了。俺たちが噛んだので。噛んだら終了です。終了,です終了はい。<laughs> じゃがいのって言っちゃったんで。ああ終了もう,もうダメです。はい。